うねめ橋と首都高速築地側は東京都中央区を流れ東京湾に注ぐに急河川。現在はほとんどが埋め立てられ一部が残るのみである。江戸時代、江戸前島の東に位置し海であったが土地が造成され海から陸になった際に埋め残され運河となった部分が築地側となったと考えられる。1953年に東京都建設局が作成した 河川表によれば、王子の築地側は、現在の隅田川の明石町付近から分流し、入船橋を通り、中央区役所付近から、現在の首都高速都心環状線に沿い、浜里急温指庭園の東側を通って隅田川に合流する河川とされている。この他に視線として、本流の途中から分れ隅田川に流れる東市側、青路下国際病院付近から、築地方面に向かい、 築地本願寺の南側を通り東市川に合流する南市川があった。南市川には小田原菓子、赤絞りには南飯田菓子があった。南市川周辺には明治期に築地居留地が造成されている。また1930年に関東大震災の帝都復興事業により現在の京橋出入り口付近から中央区役所付近までを連絡する楓川。 築地川連絡運河が掘り割りされている。築地川は数度にわたる埋め立ての結果、本流の大部分、東市川、南市川、連絡運河は完全に消滅し、現在では本流が川口付近に750メートルほど残っているのみとなっている。本流のうち入船橋から下流川は大部分が現在の首都高速都心環状線に転用されている。 半地下構造にかつての名残が残るが、将来的に半地下構造を完全にトンネル化する構想もある。首都高速道路に蓋をする形で橋に隣接して、小規模な公園が設けられている。また南首川の川床の一部がトンネル化されており、将来首都高速10号春見線が春海方面から延伸した際に、その一部となる予定だが、事業化のめどは立っていない。 2014年現在は、トンネルの出入り口は塞がれており、新富町出口とトンネル出入り口の間の空間が公園として利用されている。2018年度の中央区予算において、三好橋、新尾割橋間に蓋をして、上部空間を活用する検討が始まった。旧河江川より、塩止め方面三吉橋より、築地本願寺方面小田原橋赤月橋より、 隅田川方面うねめ橋より隅田川方面、修復保存された海幸橋の佳橋当初の親柱築地川の跡地にある公園、印のあるものは首都高速と新幹状線をまたぐ形で設けられている。入線橋から見た築地川公園。ありがとうございます。